まあ、カンテレアナウンスルームのエースポンコツでもあります。追い実況で予言実況にもなってたみたいな。おーすごい、すごいんですよ。あのゴールする瞬間の決め台詞とかは事前に決めてるんですか？はい、確かに気になります。これもねある程度考えてるんですけど、はい、考えてるんですけどなんか、ね、そううまくいかないし、確かに考えすぎてこの言葉言おうって決めるとなんかもうそれしか考えられなくなって、うん、なんかはい用意しましたねみたいな感じになるのがはずいんですよね。なるほどなるほど。これはい用意してきたでしょ、発表会ドンみたいな感じになるほどなるほど、ってなるじゃないですか。特に僕なんてなんかこう、はい、さっきもそうですけどなんか狙ったら絶対滑るじゃないですか。まあ絶対滑る、絶対滑るんで、だからなんとなく考えてるんですけど、はい用意しましたドンみたいな感じをやらないようにしようと思って、ね、なるほどなるほど。僕はでもやっぱ岡安さんとかめちゃくちゃ上手で、そういうことが、うん、知ってます？あの去年のエリザベス女王杯の岡安さんの実況知ってる？ダメだダメだ。コウゲさん、あいつ知りません、ね、あいつこいつ知りませんよ。聞いたらわかります。え、聞いたらわかります。もう女性がねときめくような、あ、赤い糸、運命の赤い糸ですよね、うん、そう。ここは立山聖奈ちゃんがやっぱ分かってても、うん、なんか露骨なことを言ってドン一発欲しかったなというのはありますね。これはアナウンスルームに持ち帰ります。あ、何度もこのウマーナルームで怒られてることでした。そうそう、すみません。岡安さんも聞いてると思うよ。岡安さんごめんなさい。赤い糸祭りの嫌でとかでもよかったんです。そうやな、で話戻 しますけど、岡安さんはそのこれが運命の赤い糸だってしっかりこうハマって、はい、めちゃくちゃ感動するじゃないですか。しましたね。そういう実況をされる方もいるので、これも人それぞれだと思うんですけど、はい、しっかりこうコメントを用意してハマった瞬間にバーンってこう実況してなんか皆さんの感動を誘うっていうアナウンサーもいるので、結構それも人それぞれかなっていう感じですね。なるほどなるほど、いろんなこうスタイルがあるわけですね。そうそう、タイプがいるんですよね。ウマアナルーム、次のおすすめ実況はですね、はいはい、これはですねちょっとあの思考変えまして、はい、情熱的な感情をほとばしる実況ということで、はい、岡安ゆずるアナウンサーの三年坂特別。おお、渋い。 G1 でも何でもないんですけど、はい、ほとばしっちゃってるんで、お聞きください。ゆずるがほとばしっちゃってるかい。ゆずるのほとばしりがね。ゲートイン完了、三年坂特別今スタートを切りました。さあまずは3コーナーまで強い追い風に乗っての先行争いは、まず真ん中からロケットが出ていきました。ロケットがダッシュを効かせて先頭に立ちます。内の方から4番のスラッシュメタル、あるいは外からミッキーバディーラ、真ん中ついてアメリカンワールド、ギュッと固まりました。さあ今度は一転して向かい風での直線の攻防です。先頭はわずかにレテキュールか、外からシベリアンタイガー、内の方からロケット、真ん中をついてフォークテイル、そしてバンドギャルド、ようやく伸びてきた。バンドギャルド、ババの3分どころから伸びてくる。外からはシベリアンタイガー、何シベリアンタイガー、これは大波乱になるぞ。先頭はしかしバンドギャルド、そして2番手の一線には内の方から8番のロケット、そして11番のシベリアンタイガー、ここは順当バンドギャルド、そして2着にはなんとシベリアンタイガー。これはすごい、確かに、うん、すごい。もう2着の馬なのにすごい、すごい、確かに、ね、え、何って言ってましたよね途中で。でしょ、はい、びっくりしたでしょ、はい、何って言えないっすよ普通。あんまり聞いたことないですね。大体驚きの表現って、はい、おっととかなんとぐらい、まあ、なんとぐらいですかね。うん、それをよ、はい、何言う何って言ういやすごい。普通の会話ならあるよ。そうですね、何ってなるけど、実況中で仕事モード入ってて、はい、何このなんか普通に喋ってる感じみたいな、それすごい感じました。ですよね、はい、馬券絶対買ってましたよ岡安さん。 なんかそうなのかなとも思いました。そうじゃなきゃ出ないもん。のは確かに、あれなんでやねんにも聞こえますね。そうなんでやねん、何がなんでやねん。いやでもね、なんかすごいですよねこの、そう、その
感動がすごい増幅するというか見てて、うん、レースの結果への、そうなんですよ、すごいですねこれは。結構だから驚き表現するのって難しいんですけど、うん、はい、岡谷さんは何って2文字でも驚き表現しちゃってるんで、こんなやり方があったかと。まあだから岡谷さんはここで何を使ってしまったんで、あとはもうガビーンとかしか残らないこれからが大変ですよね、もう残れない驚きの表現が、ね、ドヤーとか、そうそう、わちゃーとかねいや聞いてみたいですけどわちゃーはありますかね、擬音だよね最後馬アナルーム。次はですね、これまたね、まあ、感情が乗っちゃってるっていうことでもあるんですけど、はい、でもシンプルに考えるとこれがなんかもう究極なんじゃないかなっていう実況で。なるほど。去年の有馬記念の、はい、青島達也アナウンサーが実況したエフフォーリアですね、はい、究極、これ究極というか、結局これが答えなんじゃないかっていう。気になる、ね、気になる。さあ第66回グランプリ有馬記念体制完了。スタートしました。16頭まずまず揃いました。好スタート、ハイドルホルダー一番外枠、内からパンサラッサ。さあ前の争いがどうなるか。さあ各馬のバグってギューッと詰まってきます。そしてエフフォーリア、その内に青い帽子クロノジェネシス、最後の直線に向いてまいります。再び大勢のお客様まで出てきたグランプリ有馬記念。さあ先頭菊花賞馬タイトルホルダー、エフフォーリアが3番手上がってきている。ディエプロンの2番手詰めてくる。エフフォーリア、エフフォーリアラスト200。さあ早くもエフフォーリア先頭、その後方からは下投げの内田がやってきている。エフフォーリア先頭、エフフォーリア本当もう一段内から日本では差し返すか。エフフォーリア、エフフォーリア、エフフォーリア有馬に勝った、エフフォーリア。これすごいわなんだかんだ結局すごいっていう。なるほど、ひねらないところね。そう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 、なんかもうね、なんかもうすごい。どうでした立山さん。いやでもこれでもやっぱり十分伝わるというか、うん、思いを乗っていけるんだなと思いました、うん、もう場面エフフォーリアー言ってるから確かに確かに、はい、ちょっと北斗の拳の断末魔。いや本当そう、カメハメハみたいなもんなんですよ。俺北斗の拳って言ったやん。なんでドラゴンボール行く。北斗の拳世代じゃないのよ、ちょっとすいません。いや世代でしょうが、めちゃくちゃちょっと下なのよ。ジャンプジャンプでもね。なるほど、本当すいません、本当すいません。あ、いいでしょういいでしょう。そうそうそう、いやでもあのね、優勝場面を連呼するっていう最高の伝わり方ですよ。そうなんですよ結局。なるほど、いろいろ考えてこのタイミングでこれ言った方がいいとか、こんなコメント用意しようとかいろいろ考えるんですけど、はい、でもやっぱ勝った馬の場面絶叫で大叫びをし、うん、ズキューンって来るじゃないですか。来ます来ます。だから結局これじゃないかなみたいな、実況の完成形って。まあでもあの有馬記念の壮絶なレース、あれが実況者をそうさせたっていうのもあります。そうでしょうね。あの激しい苦しいレースだったからこそあの大絶叫が出たっていう、うん、それぐらいすごい勝利だったってことですよね。そうだよね。だからもう奮い立たせるぐらい、あんだけの叫びを上げるぐらいのレースだったっていう、うん、なるほど、なるほど。すごい面白い。本当に実況っていうと、まあ、最後の言葉の印象って大きかったんですけど、それでもいろいろあるんだな、いろんなやり方があるんだなと思いました。そうですね、うん、実況マニアの高健さんが厳選してくれただけありましたね、うん、そうですね、いろんなパターンを知ることができました、うん、ちなみに高健さん自身がベストパフォーマンスと思う自分の実況はありますか、うん、はい、どのレースなんですか、はい、気になる。そうですね、でも一番気持ちが乗ったっていうか、うん、はい、もう本当にレースにのめり込んだっていう実況が、はい、ソダシが勝った阪神ジュベナイルフィリーズのレースなんですけど、これがもう全てを出し尽くしたっていう。なるほど、燃え尽きたわけですね。燃え尽きたっていう灰になったんですね。なってましたね。もう動けなくなってましたね、実況後も。なんかもう放心状態みたいな感じ。嘘つきちょっと言い過ぎたかなちょっと言い過ぎたけど、でもそれぐらい、まあ、でもそれぐらい熱かったと。でも結構聞いていただいたら、あ、こいつ出し尽くしとんな感は結構出ると思うので、ええー。タイム入るよ。
さあ緊張感も高まってきました。第72回阪神ジュベナイルフィリーズ18頭スタートしました。ちょっとばらついたスタート、メイケールダッシュがつきません。大外竹豊がメイケールダッシュがつきません。先行争いに入っていきます。内々を通ってよかよかだ。その外から栄進飛天が差を詰めていく。一番外からインフィナイト、一番外インフィナイト、そしてソダシ、馬込みの中ソダシ、その後ろに里のレイナス、人気の2頭まだ馬込みの中にいる。先頭はここでおっとよかよかだ、九州サンバの夢を乗せてよかよか先頭リバシンのリード。外から来た来た竹豊、メイケールだ。メイケール折り合っていた。内の方からソダシ粘る、真ん中ソダシか、内からは里のレイナス、その外からメイケール、ユーバーレーベンも差を詰めてくる。内を通ってルメールだ、里のレイナス、ソダシ、ソダシか里のレイナス、白毛馬の夢か、それとも内からクリストグルメールか、接戦、大接戦。内から里のレイナス、ルメール、今年 G1 9勝目だったか。すいません、ちょっと僭越ながらという感じなんですけど、いやかっこいいですわ、うん、これはすごい、なんかこう、はい、止めれてなかったですね。ねえ、もう気持ちを止まらない。もう、うん、もうもうもう出て出てみたいな。もうなんかもうそうなんす。暴れてました、ね。暴れてた。そうそう、カンテレアナウンスルームのベアナックル出てましたね。いやーでもあれだけの接戦で、うん、ああやってね、うん、言葉にできるっていうのはやっぱ改めてすごいなと思いますね。なるほど、確かにあれを言葉に美しくまとめられるのはやっぱり。普通の人は絶対できませんから、ね、はい、次々とね馬が来て、そうですね。でもなんかもう拳をガクガクさせながら実況してました、はい、最後。あ、そうなんですね。接戦、大接戦って言ってるんですけど、はい、もう持ってた資料、さっきあの見せましたけど、あの塗り絵、もうぐっちゃぐちゃになってました、ぐちゃって握りつぶしちゃってっていうぐらい、もう自分の中でもちょっとぶっ飛んでたんでしょうね。なるほどなるほど。なんかこれだけレースになんかのめり込めるんだみたいなことを、まあ、感じさせてもらったっていうレースでもあったんで、うん、忘れられない実況になりましたね。いや伝わりましたね、はい、こればっかりはすごい。ありがとうございます。さすが、とんでもないです。さすがです。では、はい、最後になりますけども、今日は高原さんに無茶ぶりをさせていただきたいと思います。マジっすか、よかった、高原さんだ今日。今から、はい、せいなちゃんに、はい、カップラーメンを食べてもらうので、はい、その実況をお願いしてもよろしいでしょうか。これはね、でもね、さあ今手を合わせました立山せいな、入社3年目、いただきます。何度も何度もうなずきながら、さあミニカップヌードルのミニを、定番のカップヌードルですよ。このミニをですね一気に蓋を開けました。結構お湯少なめ、結構少なめ、はい、線よりもだいぶ下の方に来ています。おい、これ入ってんのお湯みたいな感じでございます。匂いを嗅いだ、匂いを嗅いだ、どうなのか、うんうんうん、味わって、あんまり味分かってないようです。そうですね、これから食べるんですからね。さあ匂いを嗅いで、これからぐるぐる回していく、卵の方、そしてエビの方もぐるぐる回していく。おっと、これはそばのような麺が出てきた。ソバージュっていう表現がまず古い。さあ、からそのソバージュみたいな麺をですね、もう一回言ってしまった。今フーフーして、フーフーして、フーフーして、食べるのか食べるのか食べるのか食べない、食べるのか食べるのか食べるのか、フーフーして、フーフーして、3フーフーして、食べのない、早く食べろよ立山、早く、ふぐして、ふぐして、さあ今口に入れた、口に入れました。おっと、これ一気に進んでいく、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 表情もまた可愛い立山せいな、入社3年目、今味わってる、味わってる、おいしそうに味わって、そのお味はどうですか。美味しいです、という普通の感想、あんまり面白くありませんでした。さあ一回食べた立山せいなですけども、はい、2すくい目いった、2すくい目結構いきました。かなりの量、かなりのソバージュ、これは切ったら3ヶ月分ぐらいのソバージュ、あ、いい気に入って、進んで進んで、これは熱いか熱いか、立山、うん、飲み込めるのか飲み込めるのか、飲み込んで出てきた2回目の感想をどうぞ。
暑い、そうね、やっぱ暑かったね。大丈夫、立山さん、あとでね氷持ってきたいと思いますけども、もぐ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 立山さん食べております。3すくい目も行くのか、3すくい目も行くのか。1回目美味しかった、2回目暑かった、3すくい目果たしてどうなるのか。どうかどうか、ネギちょっと避けながら、ちょっと今回は量少なめ、少なめですけども、これ卵エビどっち、卵1個、卵取り出してきました。これ卵いって、これどうなのかどうなのか。卵1個だけですよ。お味の方は甘い、甘い、本当そんなにあんまり甘い卵を私食べたことないですよ。これ私が食べるカップヌードルミニなのか、違うミニなのか、どうなのか。大丈夫、ありがとうございました。すごい大丈夫ですか。いやいいです、いいですね。大丈夫です。なんか新しいですね。これはね、あの正解が出るまで回を重ねていきました。むずい、むずい、すみません。いやいやいや、いいものが見れましたよ、これは、うん、非常にすごいです、やっぱりコウケンさん。すごい、セイナちゃんすごかったですか。はい、なんかちょっとスポーツ感もありましたけど、うん、バラエティー感も強めでしたよね。確かに、いや、ハイブリッドな感じで。スポーツ感のない。ちなみに、はい、美味しかったですか。いや、なんか久しぶりにカップラーメン食べたんですけど、うん、やっぱり美味しいですね。美味しい、うん、じゃあね、その美味しさをですね、スーパーサイヤ人セイナちゃんで伝えてください。やっぱりあったか、私にも、うん、うおー美味しい。どうするんですか、本当に。いや、とっても良かったけど、決まらないですよ。